皆さんこんにちは、チョンさんかのリーダー、テルシャンです。今回はね、レインボーシックスシージン、やっとローインプットの設定が追加されたっていうのをね、中野ヒューゲーミング B から聞いたんで動画にしていこうと思います。まずはね、イニファイル開いてほしいんですよ、ゲームセッティングの。まあ、サーバー変えるやつですね。まあ、どこかというと、まあ、ドキュメントの、マイゲームス、レインボーシックスシージン、ほにゃららららここに入ってるんですよ。これですね。これの一番下行ったら、ここ。ここのデフォルトってところを変えて、サーバーを変えれるんですけど、これの、どこだっけな。真ん中あたり。真ん中あたりのインプット。ここのインプットってとこに、ローインプットマウスキーボードっていうのがあるんですよ。これがデフォルト0になってるのを1にしてください。で、1にした状態で、上書き保存をすることによって、ローインプットがオンになります。で、ローインプットは何かっていうと、マウスの入力したデータをそのまま読み込むよっていう設定なんですよ。まあ、これいろんな FPS にもともとっていうか、まあ、設定である機能なんですけど、やっと CG もね、まあ、イニファイルからですけど、これができるようになったということで。まあ、これ以前にはなんかもともとできたのかもしれないですけど、ちょっと僕はそれ知らなかったです。で、これをすると、そうですね、マウスのそのゲーム特有の遅延だとか、ゲーム特有のその、なんですかね、加速だったりとかが切れて、すごい快適にゲームができるよってことですね。で、俺これやって試したんですけど、マウスよりもね、まあマウスもすごい快適になったんですけど、キーボードの遅延がなくなって、すごいもう逆に行き過ぎちゃうみたいな現象が起きましたね。すごい多分ね、今までまあ、ちゃんと、キーボードとマウスをいじって、指示をやってた方は、すぐに気づくぐらい変わると思うんで、ぜひともやってほしいです。すごい快適になりました。はい。これだけです、この動画。嘘。この後に指示の動画くっつけてくるんで、ね、よかったら最後まで見てください。チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは、バイバーイ。お？あぶねえ。ワインじゃ。リワン勝つ。ナイスこれはやばい混乱してる。あーもう違うやつやられた。あーほらじゃあローインプット試しに殴り込んで。ローインプットマジ最強のエンプットのヘルシャンが楽でしゃぶり回るっつって。あの方ヒールくない。いるいる。ブリッツ1個。あ、もうダメだわ、これ俺死ぬわ。ヘルプミー。まだ大丈夫。ダイヤモンドボーイね。ダイヤモンドボーイラストワン。めっちゃ携帯なってる。誰？俺あ、やばい、ラグ。うわ、最悪いたし。ロビー。オッケー、任せてほしい。ロビー立てまくったろ、これ。あ、今カメラ見たら壊れた。敵部隊を排除。ミッション成功だ。あと PUBG に見えるように楽勝。ん？どうやん。あ、ちょっと似てるやん、結構。警告サイトあるしさ。とりあえず AWM 実装かよ。ランク近地がじゃあいいよって言ったらいいよ俺。ほら行くでーす。なんで俺に任せたの？いや PUBG やるって言うから。仕事あるから PUBG やりたいけどね。ほら行くでーす。 B さんも PUBG やろうか。 CG に見えるように英語からした。 CG に見えるようにやろう。CG に見えるように PUBG やろ、うん、いや今新シーズン来てて激アツじゃないですか CG。 え？そうなんすか？ PUBG は TTS あって激アツじゃない。なんもない。でもね、ローインプットのこの俺教えてくれたのはマジで感謝している。これかなり快適。キーボードの遅延がすごいあったんやなっていうのを実感した。マウスよりもいいやろ。うん、かなりいい。これローインプットボーイズテルさんが言ったマウスの遅延はどうなりました？マウスの遅延もかなりいいと思う。やったぜ。B さんがアホっぽいところがいいよねって言われた。やべえさ、褒められてんのかくなされてんのかって言って。一応偏差値60超えてんだけどな。マジで俺なんか偏差値60超えてるやつと会話してる気分になったこと一度もねえ。
てかさっきのあれか、こっから殺せばよかったのか、キンチ、俺。え、どこ？こっち、こっちの窓から殺せばよかったんだ。俺そこにいないからわかんないわ。あ、どっか。うん、俺カメラ壊せなくなっちゃった。どこ行った？なんかあそこ。パッと。あ、フロストマットや、さよなら。ちょっと待ってよ。ああ。縦の裏にあったの？右にいる、右にいる、まだいる。絶対いる、右側にいる。もうちょい右、その辺。行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ。敵のオペレーターは残り1人だ。じゃあ。爆弾が見つかった。おお、よく見えたね。ね、動いてきてくれたから見えた。俺は何も見えなかったよ、煙で。こっちだと見えるわ。いや、ローインプットでもかなりいいっすよ。いいでしょ。うん。ちょっと動画撮ろうと思って。逆に。いやいや、ちょっと待って。俺今日出すから。おかしいやろ、普通に。え、何が？いや。何がおかしいの？いやいや、俺が教えたのになんでテルさんが動画出すの？ん？よくわかんない。難しい。偏差値60の言うこと難しい。やべえな、マジで。割れちゃう。夜活動終わった後やろうよ、ランク。連れてって。夜ですか？うん。ちょ、この後は PUBG して、スマホゲーム同時しなきゃいけないから。いやー。夜だって俺らここランクダイヤになるまで活動をランクでするってことになってるんで、もうダイヤモンドになってますよ俺も。いや、そっかー、パパパパ3つぐらい。ダイヤモンドキャリーボーイズ、これあれやで、あとでピース切れるやつ。あと10秒。何切れるって、なんで？気をつけろ。え、そこ補強してんよ。誰だここ閉めたのか。うーん、壊れちゃう。裏路地だわ。裏路地、何この穴。いった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 。おー、びっくりした。起こして。いいよ。近くね？敵近くね？めっちゃいる。めっちゃいる。やべ。あ、半端ねえ、これ。もう何いて。味方のカプカン当たったと思ったら食らわんかった今。あ、炎上した。いいぞ、その進行。危ない。あと一人、どこだよ。あ、一手に殺された。どこで、あと一人。下にいんのこれ。あ、下下下。うん、キンチ右にいる。右。うん。あ、ごめん、もうわかんないわ。本当に右にいるかどうかもわかんない。下行ってたら最悪やわ。誰もこっち見てないの、なかなか危ないって。何ぞ、はぁ？何今のキモ？なんか死んだんだけど。キモ？お前キモ？お前気持ち悪いわ、それは。何今の？死んだみたいだった。キモ。適当にフリックして元の場所に回すのしたら死ぬんだよ。気持ち悪い。